銀葉千年木は、スズラン赤ドラセナ族の常緑低木、種商名のサンデリアーナで呼ばれることもある。観葉植物として栽培され、特に長部以外の葉を落として、竹のような外見に仕立てたものは、ミリオンバンブー、ラッキーバンブー、万年畜、吹き竹などの商品名で販売される。カメルーン原産。ヨーロッパには1892年に、ベルリン植物園に送られ紹介された。 日本には戦前に持ち込まれ、1935年頃には温室で栽培されていたが、本格的な普及は戦後のことである。現在はミニカン用植物や寄せ植えの小鉢物として広く栽培されている。自然成長した本来の姿高さ1から2メートル。茎は単管で直立し、葉は 長さ10から20センチメートル、幅2から3センチメートルの先端の尖った、超皮芯型で、ドラセナの中では短い。葉の基部は茎を抱き、葉の縁は波打って、やや下方に湾曲し、緑地の葉の縁に白紅白色の島が入る。日光を好み、乾燥や低温にもよく耐えるが、陶器は5摂ッ八8度以上に保つことが望ましい。繁殖はをセンチメートルほど切り取り、 挿し木で行うことができる。種商名サンデリアナは、ドイツの乱研究家、ヘンリー・フレデリック・コンナット・サンダーの夫人にちなむ。複数の園芸品種が存在する。一定以上の気温を保った室内であれば、ハイドロカルチャーでも、容易に発根する丈夫な植物であり、多くは30センチメートル内外の小型ドラセナとして、仕立てられる。特に、 蝶部以外の葉を取り除き竹のような外見に仕立てたものは、ラッキーバンブー、ミリオンバンブー、万年竹等の商品名で流通し、中国や台湾でも吹き竹と呼ばれ縁起物として販売される。無論、外見のみを見立てたもので、竹赤の仲間ではない。頑丈な性質で変形にも耐えるため、螺旋状やハートン型、等型の寄せ植え等、様々な形状に加工されて販売されている。 ありがとうございます。